中国の覇権がますます拡大されるか、それともその影響力にストップがかかるか、こういう観点からも注目された台湾の総統選挙ですけれども、2020年1月11日に行われて、結果が出ました、このように蔡英文元総統が817万票という史上最多得票を得て、再選されました。 えー、この台湾の様子について、興奮科学東アジア本部長の王一さんに話を聞きます。王さん、よろしくお願いします。お願いします、えー。さて、総統選挙がですね、終わって、劇的な結果が出たんですけれども。はいはい、一夜明けた台湾の様子はどうでしょうか。いや、興奮気味でしたよ。はははあの、昨日の深夜まで、結構、はははい、まあ、ええ、特に蔡英文陣営はもう大興奮して。ええ、あの、民衆たちも、その、陣営、蔡さんの、まあ、オフィスの、まあ、広場の。 はい、前にもう集っていて、やっと、まあ、落ち着いた感じなんですけれども、そうですかあの、やっぱり台湾の新聞やテレビも、朝からもう大騒ぎって感じですか、ね、もう大騒ぎであの各新聞紙も,もう一面で、もう掲げて、はい、もう800万票、史上最大の得票数でしたと、うん、いう報道がありましたねこのですね。 蔡英文さんの817万票、もちろん投票率もまあ上がりましたし、えー、非常に今回、若い人の関心も高かったと聞いてますけれども、はいはい、今回の,この蔡英文さんの,この勝因というのは、何になりますでしょうか、まあ、この勝因のところはやっぱりあの、対中国の関係をどのように持っていくのかは、恐、まあ、らく、まあ、あの今回の,そのお選挙の争点だったんですけれども、結局、あの香港のデモの事件が、 あのかなり影響を与えていると思うんですね、うん、あの昨年の1月に、うん、国家主席、習近平氏が、うん、あのかなりあの過激な発言をしてきたわけなんです台湾に対して。はいはい、要は、一国二制度を認めてくれよという発言があって、うん、でそれに対して、えー、すぐ蔡さんはもう本当にスパイシーギャルをやるんですね、うんあの、辛い女に返信、うん、して、うんうん、いや、けしからん。 あのそのつもりは全くありませんということで、この1年間、うん、あの本当に、まあ、一昨年のおととしの年末の,その中間選挙、あの統一選,選挙の時に大惨敗をしたんですけれども、大惨敗となった原因は、まあ、やっぱり内政運営能力のところは結構疑われていたわけなんですけれども、ただ、台湾人は今回の選挙で、明確にです、ねまあ、内政もそうなんですけれども、もっと大事なのは、うん あの国の存続してい,たあのい,いっていけるかどうかが、非常にあの関心が高いということで、うん、今回の選挙で票で,です、ね、自分の意思を、うん、国民の意思を表してきたものだと思うんですね、そこが<ー>お大きな勝因のとところだと思いますどちらかというと、国民党は経済問題を前面に出して、経済を良くするには中国とより融和でした方がいいという方向でいったと。しかしか 蔡英文さん、民進党はそこをあえて、自由で民主主義の国の台湾の存続の問題だという方に絞った、これが大きな勝因になってその通りです、まあ、本当に昨年の,その6月から始まった香港革命、香港のデモ、その実態を見てきた台湾人はです、ね、はい、いやこれは一国二制度はもう口先ばっかですと、もう信じられないと。うん いうことででちょうどまあ蔡さんもそのつもりであの国をこの国をです、ね、運営していくつもりだったのでだからすごいあの票をあのもらったわけなんですよ、うん。考えてみると1期目の蔡さんは比較的中国に関してはあまりはっきりものを言わないまあ、やあいいな発言が多かったですもんそれから見ると非常にこの1年間は発言が極めて明確になったという違いもありますね。 そうですねだから、まあ、先ほど申し上げたとおり、まあ、去年の1月の習近平の,その発言を受けてあのかなりスパイシーに。 辛くなってきたわけですまあ最近の,、ね、あの蔡さんのあだ名であるスパイシーギャルのということは、まあ、結果的には習近平国家主席が墓穴を掘ってしまったというふうに見えなくもないわけですねそうですからあの今年の1月のお,お正月の挨,の挨拶の中では、はい、習近平氏はひと、ね、言も言ってなかったんですよあ<ー>、はい、あえて避けていたと思うんですねなるほどもう、ね、熱いものにもうあの触らないように、ね、したわけです。はい えー、もう一つ注目できるのがですね、はいはい、日本の衆議院総選挙にあたる今回立法議会選挙が行われて、はいえー、私が去年10月の終わりに台湾取材に行った時は、まあ、民進党と国民党ともうどっち勝つか分からないとむしろ民進党過半数。 難しいんじゃないかと言われたところが、蓋を開けてみますとね、民進党61議席、はい、国民党38議席という結果で、はいえ、民進党が単独過半数を維持しました、はい、これについては、これ、どういうふうな理由が考えられるんでしょうね。いや,やっぱり、あのーまあ、民進党の候補者,候補者たちは,候補者たちはまあ強かったというわけでもないと思うんですけれども、<ー>あくまでも、うん、国民党のお議員の,あの方々はです、ね、どちらかというと、 中国寄りなんですよね、うん、ですからその若者たち、あるいは人庶民の人たちは中国国民党の方に入れてしまったら、あのー、共産党ののまに、あ、入れてしまうの,のと同じだと。同じになっちゃううん、そうなるからじゃあ、党のほうに、ん、入れるということになりますね。 はい、そうですか、まあ、そういう意味では、非常に今回の総統選挙も、立法議会選挙も、はい、中国との距離をどうするかで、非常に争点が明確になったと、そしてその中で、それでその中で2300万人の人口の台湾のうち、まあ、これはまだね、あの選挙権もない子どもさんも入れての2300万、800万という圧倒的な数字を蔡さんが取ったわけです、えー、それからです、ね、この蔡英文さんの今後のこの4年間なんですけれども、 蔡英文さんの課題、台湾の課題というのはこう、どういうことになってくるでしょうか、まあ、あのこ国家の主権として守っていくのは間違いないと思うんですけれども、やっぱり先ほど申し上げたとおり、まああの、内政問題ですね、あの国をこの国を、その内政をです、ね、どう運営していくのかは、特にあの経済問題です。うん、あのかなりり経済的には中国を頼りしているところが、うんただ あるので、まあ、かつての4年間はあの民進党は、まあ、中国との関係は本当に、まあ、こ,これからも離れていくわけなんですけれども4年前からずっとその東南アジアの方ですねあるいはあのアメリカあるいはあの日本の方に結構アピールしてきたわけなんですよ。これからの4年間はますますそういった、えー、中国以外の自由民主国家へのアプローチはしていくと思うんですね。ただあの果たしてですねどれだけの えー、信頼、あるいはどれだけの,その、まあ、頼りの力になれるかどうかはあのこれからの見所なんです中国頼みの経済という形から中国にたどらずに日本やアメリカ東南アジアの他の国々に主,主軸を移しながらの経済運営ができるかどうかこれが一つの課題になってくるということですね。そうです さて、そこで今、王さんもちょっと触れた、中国との関係、これが今後どうなるか、一番ですねやはり世界が注目するところですけどもどううなるでしょうかあのおそらく、あ昨日の時点の、夜の時点では、もうすでにあの声明文出されたわけですよね、<はい S 2> 中国あの,その国の方から。<はい S 2> 要するにまあ今まで相変わらず、いかなる形で、いかなる方法で、いかなるやり方でやったとしてもですね。 台湾独立はもう決して認めないという、うん、まあ相変わらずの発言だあの発言だったんですけれども、うん、まあ今年の年末にもあのアメリカの総統選もあると思いますので、しばらくは私の推測なんですけれどもしばらくはまああのあみあの中国の習習さんはですね、しばらくまあ様子見をあのしていくと思うんですね。うんうん、これからのその一年間はまあ蔡さんはどういう政策どういう言い方をしていくのかをおそらくじっと あの見つめてくると思いますので。ということは今年の11月に予定されているアメリカの大統領選挙まではまあいろんな駆け引きの中で、えー、話が進んでいってそれ以降台湾と中国との関係についてもアメリカの出方を含めて大きな変化の時期が訪れるということです。 その通りです、はい、なるほどその中で,です、ねえー、私、一つ注目しているのが今回、えー、副総統としてライ清徳さんがですね、はい、予定されてたと、まあ、ライ清徳さんは以前から非常に台湾独立派で、そして親日派でもあるんですけど、このライ清徳さんの動き、どうでしょう。 あの去年の6月に、まあ、蔡さんと、まあ、あの予備選挙で戦って、うん、えいたわけなんですけれども、結局あの、負けてしまったんですけれども、本当に民進党の偉いところはです、ね、すするんですよ、うん、たとえあの負けたとしてもあのい、入れてもらえるっていうところは、すごい、うんあの、国民党と全然違うところなんですけれども。うんうんうん 私の推測なんですけれども、なぜ、ライス清徳さんをあの、うん、副総統としてあの来てもらうかといったら、やっぱり4年後のバトンタッチのあ<ー>対象者に、まあ、予定されると。もうすでに次のですね、はい、もう再生、崔さんはもう2戦目ですから、もうできないので、4年後のネクストプレジデントに指してそうです、ねだ。ですからあのそのお、ライスさんを入れることで、あのこれからの、まあ、どうでしょうか、トレーニングも兼ねて。 まあ今後、4年後はまあバ,トンちるバトンタッチできるようにしていきたがっているんじゃないですか、ねうん、おなるほど、もう一点、ですねあの日本のメディアではほとんど振られていないんですけども、今回のですね選挙結果というのは、国民党もそれ以外にもちろん票を集めてるんだけれども、台湾の方々の中国へのこのスタンスが、民意がはっきりしたという意味では、私は台湾の国民党は歴史的使命を終えたんではないかと。そうするとですね今後例えば 分裂なり何かあり得るんじゃないかとちょっとそんな感じするんですけどどう思われますか あの本当に国民党の、まあ昨日の夜では、もう党首はもうやめると、<う>あの声明文を出してたんですけれども、本当にイノベーションですね、うん、かけていかない限り、うん、もう本当に死滅になってしまうんですね、うん、どちらかというと、民進党と違いまして、老人政治、なんですよね老人政治、うん、老人政治、うん、もう、もうねあの、引退しない、もう老害なんですよ、うん、まあ言葉があれなんですけれども、うん、だからあ若者ですね、若者ももっともっと、 登用、えー、していかないと、この政党はです、ね、未来は見え,見えないんですよねまあ基本的に現状維持があれですもんね、今の国民にとっては大事なんで、でしかし、そうそう現状維持っいうことは変化を拒んでると、変化を拒むものは滅びていくという,滅びていくというね、一つのなんというか、普遍的なルールーがありますもん、ね、そうですね、なるほど、わ、はい、かりました、そしてもう一点ですね、最後、お伺いしたいんですけれども、おさて、蔡英文さんが、えー、再選されたこの台湾ですけれども、日本に対して望むことはどんなことが。 いやあの、それは、まあ、ご存じのりあり、蔡さんはつよくツイッターで,です、ね、あるいはフェイスブックで、日本語で,です、ね、わざと日本語で、日本の方々にあのメッセージを送っているわけなんですけれども、はい、おそらく、おそらく蔡さん、まああの、民進党政府はです、ね、もっともっとあの安倍政府に対してです、ね、台湾のことをあの応援してほしいと。 いいうメッセージはあの含まれていると思うんですねあの今年は東京オンリークがあると思うんですけれども、まあ、一説によると、国賓として習近平氏をあの国賓としてあの、えー、日本に呼ぶという話を、うん、あの聞いているんですけれども、うん、もしできれば、うん、あの蔡英文さんも同じく国賓として日本のの方にです、ね、読んでいただきたいわけなんですね。 なるほど確かに蔡英文さん、昨日ですね当選した後でツイッターでやっぱり日本語で日本との絆を深めたいというふうに、はいえー、そのようにおっしゃってたしそもそも去年の3月には産経新聞のインタビュー単独インタビューで、えー、安,保関係安保問題で協力したいと安保で安全保障問題で協力日本と協力したいと安倍首相に呼びかけたとそういう意味では日本からも絆を台湾に対して深めていくような動きというのが求められるわけです。 そそうです、ねはい、その通りですすねのりわかりました、まあ、日台関係にとっては新しい年になれば、一番いいなと思います、えー、王さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、えー、さて、今、王東アジア本部長からお話を聞きましたけれども、まあ、王さんの話で明らかなように、台湾はある意味で今回の総統選挙で新しい時代を迎えた、つまりアイデ,ィアイデンティティとしてです、ね、もう現在の自由民主の台湾。 こういう体制を国民は完全に望んだということがはっきりしたと思います。えー、ということで、今回の台湾総統選をまとめますと、何が言えるか、まず1点目は、真の敗者は、負けた者は中国共産党、習近平国家主席であるということです。えー、王さんが指摘したたように去年の1月ザ・ファクトでも取り上げた 習近平さんの,あの台湾に対する明らかなこう非常に高飛車なあ演説あれがきっかけで台湾の方々が目が覚めたさらにそこにえ波状攻撃的にえ大きな影響を与えたのが香港情勢でしたえそういう意味では去年の1年前からどん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 事態は中国共産党の思惑と逆の方向にいってたそして香港の,あの区議会での選挙で 中国共産党が惨敗したと同じようにある意味で今回台湾の国民党というより中国共産党が台湾で惨敗したとこのように言えると思いますそして2点目なんですがも従って今後の,この中国と台湾に関してはどうなるかというと今まで中国は台湾に関してアメとムチを使ってきましたけれども今後はムチの方が多くなると思われますおそ、えー、らく国民党の方が勝っていれば中国からはアメの方がたくさん送られてきましたしかし それを断固として拒否する蔡英文さんが再選されたということは、政面下でおそらく現在、台湾とまだ国交を結んでいる国が15か国ありますけれども、そういう台湾と国交を結ぼうとする、結んでいる国を減らそうとする、あるいは国際会議からさらに台湾を外そうとする、さまざまな形で台湾に圧力をかけて、台湾を力で屈服させようとしてくるに違いありません。 ということになりますと、3点目の結論ですけれども、日本としてすべきことは、同じ自由や民主主義、あるいは信仰という価値観、を共有する台湾を少しでも守るという姿勢をはっきりさせることです、それを国際社会の中ではっきりさせることで、日本は自由と民主主義や信,仰信教の自由、こうした非常に大切な人権も守るという国としての、こうした部分が立ち上がってまいります。 ともすると、この部分が一番日本は今まで足りなかった部分です、現在の自民党の安倍政権は、実は政面下でいろいろと台湾の応援をしてるんですけれども、はっきり言って、中国に対してのこの遠慮があって、はっきりと表でものを言うということはやっていません、しかし、幸福実現党がすでに去年から言ってますように、今後は台湾に対して日本と経済的なこの自由経済、 FTA ですね、えー、貿易交渉、貿易、えー、提携、こうしたものをです、ね、結んで、台湾と日本の,この貿易経済的結びつきをもっと強くする、さらにその向こうには、日台関係協力法、まあ、アメリカの台湾関係法のようなものを作って、日本が台湾で何かあったときに、災害面においても自衛隊がすぐに応援に駆けつけることができるような、こういう体制を作っていく。さらにその先には 台湾を国家として承認する、そして日台国交自立まで視野に収めていかねばなりません、この2020年年初に行われた台湾総統選挙で行われた自由と民主主義を望む人たち、この声を決して日本は無視してはならないと思います。